どうも、ワナチャンネルです。本日はこちら、公式名称、月を誘いし、獣、ルナアーラと月そのもの、クレセリアの、尊いね、メスのね、組み合わせで、お送りしたいと思います。ちなみに、ルナトーンは、間に挟まる男となっております。よろしくお願いいたします。さあ、お相手初手は、ザップド・サンダーですね。そしてこちらは、ルナトーンとね、まあ、こいつは間に、ルナアーラやん。ルナトーンは、初手にルナトーンを出したつもりだったんですけど、なぜかルナアーラになっておりました。まあでもいいでしょう。逆にね、こういう感じになったことによって面白いコンボも見せられる可能性ありますんで、ここはそうだな、ザプドスをさっさと処理したいんで、メテオビームから行かせていただきましょうか。回電波、なるほどね、そういうタイプのザプドスね。まあでもこちらもね、別にメテオビームでこいつ削れれば割といい感じなんで、ぶっ飛ばしていきましょう。さあ、宇宙の力が溢れ出す、まあ、こいつは見た目が宇宙そのものですからね。月の周りに宇宙があるという、まあよくわからん感じになっております。で、おお、結構入るね。これは次羽休めかな。ここは安全にルナトーン出していけるんで、出していきましょうか。さあ、ルナアーラバックして、まあ、こいつはね、ユリの間に挟まる男に見せかけて、こういうね、ユリを迫害しようというやつらから、お前らジョーちゃん2人はさっさと逃げなっつって、ユリを守ろうとするね、そういう感じのやつなんで、普通に殴ってきやがったなこいつ。どうしよう、ルナトーンはまだ役割あるっちゃあるんだけど、普通にもうここ倒されそうだからな。ここクレセリアに引きますか。ステローマクっていう一応役割があるんでね、ルナアーラに、戻る前にクレセリアを出して放電、まあ、こいつにここ風なりなんなり入れて、まあ、でルナトーンでステローもう一回マークみたいな、そんな感じを想定しております。これ最速っぽいんだよね。だから防風一回じゃルナトーンが抜けない可能性結構ある。暴風めちゃめちゃ攻撃的なサンダーだな。初手に出してくるサンダーってそういう感じなの。回電波とか打ってたけどさ、さあ凍える風、倒せはしないと。まあ、でもこれで上取ったかな。だったらもうここは三日月の前でね、ルナトーンに繋がせていただきましょう。ちょいちょいちょい、放電、まあそれ耐えるね。危ねまあ、ルナトーンはね、本当にステロ入れてもらわないと裏全抜き体勢整え、ちょっと2回連続はないよ、分かってるね。よしオッケー。ちゃんとね、ほんとステロ入れてほしいんですよ、ルナトーンくんには、何が何でも。だからここでタスキを復活させます。羽休め、まあそれはいいでしょう。ルナトーンも多分上からこいつの行動できるんで、頼みますよ、本当に頼むよ、ルナトーンくん。一回催眠入れてもいいな、このフリタイム。さあ、月の光に包まれていく月。そして、ここで、まあ、催眠入れてありますか。打ち毒なんでね、最速置きは考慮しません。なぜかというと、ポケモンバトルにおいては、7割以上の勝率があれば勝ち上がれるわけだから、最速置き3割を気にする必要っていうのはね、一切ないわけですよ。別にそれで負けたら、それはただの事故なんでね。ダイマ切ってきた。マジで？嘘でしょ？そこでダイマ切る？相手、相当、裏、何？勝ち筋あると思ってる。メタモンがいるんすかね？だったら。てか、ザマゼンターがいるかどうか確認してないな。確認しないと。なんだ、あの盾の王は。何しに、出てきてんだ、あいつ。さあ、催眠が当たっていく。こいつのダイマを枯らして、行くぞ！いや、これかなり強いんじゃないの？ここで相手のダイマ切らせて、催眠もあったし、助けも残っている。ザマゼンターは選出している。じゃあまあここステロかな。相手ダイジェット積んでくると思うんで、まあ、一旦ガンプーから入ってもいいんだけど、相手のダイマターンからし優先で一旦ガンプーから入りますか。そうですね、
さあ岩石封じ、これでまあもし次落とせればいいんだけど、大爆発なら落とせそうですね。ただステロをどうしても入れたい。あいつは S2 段階下がってるから、まだもう一回ダイジェット入れられても上から行動できる。ここで確実にステロを巻いておきましょう。さあステルスロックいきますよ。月活躍しているね。そしてサンダーは、あ、未だにグフグー眠っていると。あー、だったらどうしよっかな。俺ガンプーで倒せるんで、ダイマ切れたんで、さすがにガンプーしてやりますか。おい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 、じゃあ間に挟まる男が一番活躍してんじゃねえかよ。ほらでサンダー突破と。ね、序盤は散々こいつに引っ掻き回されましたけど、まあそこはやはりね、トリックスターのルナアーラ君がね巻き返してくれておりますよ。そしてナットレイね、こいつが本当に厄介なんだよな。まあとりあえず催眠入れますか。催眠は入らず、まあまあいいでしょう。宿り木、まああのルナトーン君はね催眠爆発してルナアーラに繋いでくれればそれでいいんで、ナットレイ残飯で外服からの宿りギト。まああのルナトーンはまあ一応私の設定上オスなんで、まあこれ男同士の種付け催眠試合という、まあ到底サムネには似つかしくない光景が繰り広げられておりますが、それもここまでだ。このナットレイはもうさっさと処理します。まあ、ルナトーンね、取っといても、裏ザマゼンタで、ザマゼンタの空銃弾はこいつ耐えないんで、まあ仕方ないんで、ここ爆発退場で少しでもダメージを与えさせていただきます。少しでもって言うけど、まあナットレイに対してこのダメージは結構入ってるよね。まあ、こいつはあの、いじっぱり AS ブッカでございます。で、ちゃんと寝ている。いいね。ちゃんとここでね、起きないっていうところが、このね、ルナトーンの最後のあがきを見せてくれておりますね。そしてルナアーラで、まあここで大フォローかな。大フォロー連打が一番いいけど、まあどっかでダイジェット入れたい。まあ一番大フォローが入るもんね。大フォローしていきます。さあルナアーラダイマックス、まあ、月に代わってお仕置きというよりも月そのものがお仕置きという感じですね。大フォローでどんどんぶっ飛ばしていきましょう。これで結構入ってくれたら、すげえ急所か。でも急所でこれってことは、もともと7割くらい削れてたってことだもんね。君火力高いね。あの、メテオビームの C アップを失ってそれって、ラス1メタモン、あれザマゼンタは、あ、ザマゼンタ、あれ、ちょっと待って。ザマゼンタあれか。僕の見間違いですね。ザマゼンタは、性質されておりませんね。これフォルムチェンジした姿だと思ってた。お前何年ザマゼンタ使っとんねやって感じですが、メタモンは大フォローで倒せますね。ファントムガードを失っていますんで、あいつは。こちらは、ファントムガード残っているプラスダイマックスなんで、しっかりと4倍急所のシャドウレイを耐えていく。そして、年貢の納め時だぜメタモン。お前散々荒らしてくれたようだが、こっちはファントムガード、そしてルナトーンのステロによって貫かれたお前のファントムガードを貫通し、大フォローが刺さり、月そのものが月を押し置きしていく。月3人でね、対戦ありがとうございました。